皆さんごきげんよう、リグイッチです。えい、ごきげんよう。今回のヘビダレ5くらい、ドラマですね、うん、からの、MV 曲ユーロコです、素晴らしい作品になりました。リグイッチの心配性というか、ね、都会と創業をテーマに作り上げた、まあ、象徴する楽曲なんですけど、アロマ時代がそのテーマにしていて、それはがそれを象徴するような楽曲なんですけれども、強力な一曲になったと思います。素晴らしい、はい、素晴らしいですね。すごい強力な、そしてね、強力な仲間が増えましたね。増えました、はい。ではご紹介に預かりました。ユフリッチに新しく加入しましたドラムの小林隆です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。頑張ります。頑張ってください、小林くん。頑張ります。小林くんは何か違う、まあ、お祝い、お祝いじゃん。バッシーとか、バッシー、なんかバッシングみたいです。小林隆明なんで、隆明。まあ、じゃあ決めたら後で言いますよ、ちゃんと ね、近日、予約決めます中にね、は僕はバッシーその一票以外出させません、ね、はい、そんな感じで、リブチをですね、この、ユーロボロス含め、あとはニューアルバムですね、受け入れ多くらえ、素晴らしい作品になってます。本当に、うん、この作品を引き下げて、ツアー回ってわっと回って、うん、ファイナルですね、4月2日に川崎クラブチッタで大きいワンマンをガツンとやってやろうと思いますので、皆さんぜひとも遊びに来てください。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。